スミ、こっちこっち。なに？その水を貸して。え、どうして？きっと気に入るわ。変なの。この容器に水を入れて、これくらいね。さて、お楽しみはこれから謎の材料を加える。冗談よ、これは特別な砂なの。始めるわね。驚く準備はできてる？わあ、ほら見て。信じられない、すごくクール。一体どうやったの？違う色も試してみましょう。少しずつ注いでマジックが起こるわよ。科学って最高。でもまだ終わりじゃないの。スプーンですくっていくわ。きっとすごく驚くわよ。見て、砂に戻っていく。クレイジーじゃない？色を混ぜてみましょう。ほら見て、一日中やっていられるわ。まるで魔法ね。何が起きているのか全然わからない。でも完全にハマったわ。録画しないと。もっともっと掴んでみるわね。変な感触、絶対気に入ると思ったわ。授業の時間だわ。はい、シェリル。ジャスミン、これ見て。わあ、ラッキーね。私も人形を持ってるの。待って、見せてあげる。私の人形には最高のアクセサリーが必要よ。一番可愛いコートも持ってる。いいわね。でも私の人形を見るまで待って。おっと、ロリポップは無視して。今外すから。それだけ？私の人形の方がスタイリッシュよ。まあそうかもね。うん、私の人形は変身が必要かも。ほら、この可愛いブーツを見て。彼女はキャットウォークにふさわしいわ。この子とてもグラマラス。私のよりいい靴を履いてる。うん、まあいいわ。少なくとも香水があるし、気分が上がるわよ。あなたにも少しあげる。あなたって動物が好きなんでしょ？ジャスミンは何をしてるの？このマニキュアが使えるかも。これがあれば新しい靴をプレゼントしちゃおう。おっと、降りて。わお、リラックスしてて。人形の足の裏にマニキュアを塗って隙間を作らないようにね。マニキュアが乾くのを待つ。この UV ランプでスピードアップよ。そろそろ良さそうね。あとは透明テープを用意して足に巻く。次はマニキュア。ブラシでテープの内側を塗ってしっかり綺麗にね。そしてまたランプに当てる。どうかしら。テープを剥がして、マニキュアが固まってるわ。まるでヒールみたい。でもまだこれからよ。ビニールのシートにマニキュアを塗ってヒールを押し当てる。これでフラットなソールができる。準備できた。すごい、カスタムシューズよ。でももっとスタイリッシュにしなくちゃ。かかとに針を刺す。中にオイルを入れて。お楽しみはこれからよ。食用色素を注入する。オイルと混ざり合ってヒールの内側に小さな泡を作るの。まるで溶岩ランプみたい。早速試してみましょう。わお、完全にフィットしてる。これで靴は完成だけど、あなた髪がひどい状態よ。これじゃ見た目が良くないわ。その靴すごくいい。でもこのブラシが必要ね。ありがとう、シェリル。ちょうどそれが欲しかったの。とっても綺麗になったわ。そうね。でも新しい服もいるんじゃない？このドレスをあげる。彼女にはとても似合うと思うわ。あとはね、ふわふわの友達はどう？さあ、あげる。本当にいいの？もちろんよ、親友。わあ、優しいのね。さあ、散歩に連れて行きましょう。グッドアイデア。あら、お嬢さん元気？あなたも元気そうね。靴も気に入ってるわ。とっても楽しい。またすぐ遊びましょう。パソコン講座へようこそ。さあ始めるわよ。これがキーボードで、これがキー。そして最も重要な部分、リピートして。ワン、ツー、スリー、ゴー。オッケー、ノートパソコンを配るわね。見て、しっかり慣れていってね。なんか変なクラスね。本当だわ、可愛がってね。どうぞ、シェリル。わお、カラフルなノートパソコンね。素敵じゃない、シェリル。これがあなたのよ、ジャスミン。なんかの間違いでしょ。うげ、汚くて気持ち悪い。最悪だわ。これだけで A の成績をもらいたいくらいよ。はっ、それはノートパソコンっていうよりガラクタね。うるさいわね。言葉には気をつけなさいよ。嘘でしょ。ひどいわ、ほこりまみれ。はっちん。はあ、すっきりした。ほこりのせいでアレルギーが出ちゃった。
何するのよ。悪口言ったから？ごめんね、悪気はなかったの。このパソコンはこれ以上汚れないはずだったんだけど、掃除した方が良さそうね。ねえ、そうでしょ。ああ、なので、特定のボタンに慣れる必要があります。すぐに分かるように便利なメモを書きました。マジで？いい考えがあるわ。このレッスンを楽しくしないと。必要なのは1枚の紙だけ。そこにアルファベットを書いて、それぞれの文字にデザインをつける。じゃあ色を塗るわね。はみ出さないように。きっと素敵になるわ。残りも同じように書く。鮮やかにするために違う色も使って、隙間は黒で埋める。これじゃあまるでアートクラスだわ。でも文句はないわ。とっても楽しいもの。もうすぐ完成。これで最後、いい感じ。さあ切り取らないと。次はキーボード。この部分にはピンセットが必要ね。紙の裏に接着剤をつけたから、ピンセットを使わないとね。ぐちゃぐちゃにならないように、これをそれぞれの文字の上に置く。キーボード全体に貼り付けて。わお、見て、とても明るくてカラフル。試してみましょう。これは A 評価に値するわ。おもっと近くで見なくっちゃ。素晴らしいわ、ジャスミン。ねえ、ちょっと。なーに？私のキーボードもお願い。ほら、お金よ。取引成立ね。ありがとう。でも、これをどうすればいいの？他に何かあるでしょ？ああ、そうね。この問題わかる人？誰か？ジャスミンはどう？クラスにもう一人ジャスミンがいたらいいのに。だから、全部足して。いや違うわ。そんなに難しくないはずよ。ねえ、助けてくれない？なんて難しいの。ワンツー。数学なんて無理。もっとマシなことをしましょう。わあ、見てよこれ。こっちの方がずっといい。数学なんて必要ないでしょ。誰も使ってないわ。ハードワークのせいで眠くなってきた。ちょっと目を休めよっかな。眠れる森の美女さん、起きなさい。私が力になるわ。注目。一体どうなっているの？ほら、目を覚まして。何が起きたの？よくも私のクラスで寝てくれたわね。問題に答えて、さもなくば。わかりました。頑張ります。でも希望ゼロ。どうしていつもこうなるの？誰か手伝ってくれない？自分のことは自分でどうぞ。グッドラック。幸運が必要ね。私ならすぐに答えられるわ。プレッシャーに弱いのに。みんな待ってるわよ。さあ始めて。私の頭よ、がっかりさせないで。最後に注目して。わかった？わお、とても簡単だわ。やだ、ここはどこ？よし、やるわよ。彼女自信があるよね。まずは線を引いて、それぞれの線を数字とマッチさせる。今度は3本の横線を引いて、次に交差する点を合計する。まずは最初の3列。これで9になった。そして2の下のライン。これで6。最後にこの1本。解けたわ。できちゃった。最初からオタクを指しておけば。待って、できちゃったの？もう何が真実なのかわからないわ。ブラボー、ジャスミン、ブラボー。ありがとう。拍手してくれてもいいのよ。彼女天才ね。きっとできると思ってた。ちょっと電話しなくちゃ。聞いて、信じられないだろうけど、そう、ジャスミンが、彼女がやったわ。感動しちゃった。ジャスミン、ワンツースリーニュースのマシューだよ。全国放送の生中継だ。君のファンが知りたがってる。素晴らしい。では先生から一言。父と母に感謝したいです。彼らなしでは成し遂げられなかったわ。イメチェンしたいわね。この服は捨てましょう。メガネもいらない。それもオーライ。あとはこのシャツだけど。はい、ミンディ、それもらうわね。リリー、じゃあパーティー始めよう。ここに貼るといい感じ。スイカはみんな好きだものね。今日は夏気分でパーティー。カーテンを下ろして、揃ったかな。いいじゃない。待った、忘れるところだった。本物のスイカ、きれい。
これをリビングに持って行って。うわー、ダメー。なんで世の中こうなんの。どうすればいい。あ、そうだ。ああ、お店閉まってる。スイカが欲しいのに。自分で見つけろって？ここじゃない。この辺かな。やっぱやめとけよかった。やっとスイカ見つけた。うわ、シャツがビリビリ。でも今は問題じゃない。って運ぶ袋忘れた。あ、でもいらないかも。むしろシャツの穴を増やして袋にしよう。もう十分ダメになってるし、これでいいかな。脱いでひっくり返して袖を結ぶ。これで完璧。スイカが入るね。これでお家に運べるんだ。これなら楽ちん。じゃあ帰ろう。無事帰れた。スイカをここに置いて。このシャツ超便利じゃん。おや、それスイカかい。ああ、私も欲しい。とってもジューシー。大好き。ゴミ出しか。疲れたな。今日はサボりたい。うわ、くっさ。で、うわ、クリスだ。こんな姿見せらんない。私がゴミみたいじゃん。何かすぐ考えないと。で、わざわざそこ座る。帰るまで隠れてよ。ほらクリス、早く行って、うわ、こっちやってくる。どうすればいい。することは一つ。マジか、すげえ。今向かうわ。これで本当にゴミになった。でも恥はかかなかったね。っていう作戦はやめとこう。そら考えて、何かできることはない。ゴミをうまく使えばいい。背に腹は変えられないってやつね。まあまだマシな方。マジか、すげえ。うわ、大丈夫かいおっさん。ああ、大丈夫だ、行け。いや、知ってるな、ルナ。あ、クリス。なに、ホームレスの格好してんだ。意地悪だな。超ダサいぜ。意地悪っていうのもやばい。どうすりゃいい。あ、どうも。え、なにかしら。そのドレスちょうだい、交換で。バカはよして。いい考えだったのに。待って、思いついた。袖から手を抜いてさ、首から両手を出す。で、前で袖を縛って首に回す。かわいいじゃん。あ、髪型、これでよし。マジか、すげえ。今向かうわ。あ、クリス、おい気づけ。あ、はい、調子どう。いや、ルナ素敵だね。気づいてくれて嬉しい。うわ、彼超おもろい。うわ、彼超優しい。ちょっと見て、クリスがデートに誘ってくれた。え、羨ましい。いや、そうじゃなくて、クリス、私ともデート行くって。そんなのあり。男ってやつは、なんかの間違いでしょ。そりゃあんたを誘うわけないもん。デートできるのは一人だけ、いい。もちろん、そしてそれは私。おっと、それはどうかな。私の方を向かせるから。負けるもんですか。うわ、リップの色がかぶった。そりゃ残念。でもいいな、これは私が先。どうせいらなかった。こっちの方がいいもんね。勝手に盛り上がってて。バッグ取ってくる。
私も、これわざとやってる？安っぽいからいらない。やっぱこのジーンズよ。これ私の。いや、私の。話して。先に見つけたの。やめて。うるさい。ちょっと何すんの。まあ、じゃあそれあげる。せいぜい頑張って。いや、でもこれどうしろって。履いていけないじゃん。いや、でも、もっと破ればさ。腕を足に通して、頭を通すとこうなる。下まで下ろせば、わあ、いい感じじゃん。行ってきます。そうはさせない。見た目に嫉妬する？確かに悪くないね。じゃあ、どきなさいよ。クリス？あれ、誰といるの？よく来たな。なんだ、双子だったのか。じゃあ全部残ったことに。お先どうぞ。あれ、ここはどこだ？あ、お宅の顔にしよう。何も起きない。壊れてる？変なの。あ、あ、あれ、何が起きてる？わー、いけちゃったかも。似合ってるし。わーって、え、全部夢だった？オタクのまんまだ。もう。わー、映ってるみんな超素敵。羨ましいな。私もそうなりたい。お、これは、え、なに？あんた、その眉毛なんとかしな。ピンセットで抜くんだよ。雑誌にバカにされた。だって言うほど変じゃないでしょう。いや、何かしないとダメかも。でもピンセットなんてないし。あ、ペンケース。何か使えるものがあるはず。のり？違う。あ、眉毛ブラシ。じゃ解決しない。ならすることは一つ、ショッピング行こう。わあ、いろんな製品がたくさんだ。絶対売ってるはずだよね。でもどこだろう。あった。わお、いろいろあるな。これにしよう。ちゃんと仕事をしてくれるはず。これでつながり眉毛ともおさらば。これください。はい、それじゃあ、ま、これで足ります。いえ、50ドルなんで。ピンセット一つでお金が足りない。なら、いいこと教えるよ。効果を使えば眉毛が抜ける。信じて。わかった。でも痛くない。やってみればわかるよ。コインをつまんで毛をつかむ。そうすりゃ毛がどんどん抜ける。掃除機のある店でよかったね。はい、終了。見てごらん。わあ、すごい。ありがとう。おやつ行くよ。もうすぐ終わり。よし、ママが髪のお手入れしろって言うのよね。うわー、でっかいニキビ。無理無理、潰せない。でもさっとやれば。うわっ、でもすっきりした。あとはこれを拭いていくと。うわー、ベタベタする。でも良くなった。じゃあおやすみ。カフカ。はあ、ぐっすり寝た。うわ、全部がぼやける。メガネワット、これでよし。うわ、よくない、ニキビだらけだ。一体どうしたの、その悲鳴は。うわ、これは何とかしないと。顔が最悪。大丈夫、なんとかする。メイクで直せるわ。心配ない。普通はコンシーラーを使うんだけど。それで大丈夫？全然。いや、無理。他の手段を探すわ。あ、これがいいかも。何それ。ニキビパッチよ。とっても便利。このパッチをニキビに貼っていく。
たくさんあってよかった。これで大丈夫。こんだけ。まだまだ、もうちょっと。それじゃあ剥がすわよ。ほーらにキビが消えてく。お肌ツルツル。見てごらん。わあすごい、魔法みたい。最高、ありがとうママ。いいってことよ、愛してる。じゃあ体育終わり、シャワーを浴びて。おお、汗臭い。シャワーシャワーっと。急げって。できた。あー気持ちいい。あーやばい、逃げろ。ヘイ、変だな。まあ、いっか。さて服を着ないと、タオルでうろうろできないもんね。あれ、服がないんだけど。うわ、嘘でしょ。待てよ、これがある。あとこれも、うん、悪くない。最高。じゃなくって、着られるものが何かあるはず。あ、このヨガマットが使えるかな。長さはぴったり。おっと、誰も見てない。恥ずかしすぎる。ん、あれは何。ああ、ちょうど探してたんだ。誰にも見られないように。もうちょっと。お、筋肉すごい。将来の彼氏も運動好きかな。あとちょっとね。え、じゃあ黙って借りるよ。そうそう、これでよし。でも下がない。何か考えないと。あ、そうだ、ちょっと手を加えれば、バカの真ん中を慎重に横に切る。これでよし。これを逆さにすれば、スカートの出来上がり。後ろで止めれば OK。 これをベルトで固定。かわいいでしょ。うん、これ仕事にできるかも。それじゃ授業に行こう。最高のドッキリじゃんね。あれ、なんで服があるんだ。あ、何があった。まあ別に知りたくねえけど。あ、お客さん。どうも。へい。何にしようかな。このケーキください。オッケー。どこに座ろう。うん、ケーキ大好き。あ、アレックスだ。はーい。うわ、ガリ面白いな。俺見られてないよね。一緒に座っていい。いや、そのもういっぱいなんだ、俺のカバンで。あ、それならいいや。意地悪された。ほら、もう一つ分けてあげる。それはそれで、もっとおまけのケーキのせいでやけ食い。今日は最高だ。やめとく。元気づけようと思っただけなのに。わあ、そのメイク素敵ね。あ、どうも。やり方教えてくれる。スプーンとフォークでできるよ。冗談だよね。いや、じゃあやるよ。スプーンを目に当てて、上側をアイライナーでなぞる。残りは手で塗りつぶして。ほら簡単。次はフォーク。角度をつけて、間をこうやって塗る。羽みたいな効果になるよ。あとはまぶたの縁をなぞるだけ。ラメも足そうか。ほら見た目がいいでしょ。これで完成。へへ、ヘアスタイルも変えよう。あー、これいいかも。美人になった気がする。ありがとう。いいってこと。ほら行きな。そうだった。ねえ、アレックス。ギャービー、いるの気づかなかった。一緒にパーティー行かない。おお、楽しそうに。うん、そうする。やった、デートだ。わあ、アレックスに誘われた。楽しみだな。でもこの
の服じゃダメだ。何着ていこう。そうだ。って服がない。服のショッピング行かないと。お姉ちゃんファッションデザイナーだよ。ちょっとそれ私の。人の服着らないで。でも可愛くしたくって。何よこれ。私好きだけどこれ使ってたの。おもちゃ最悪。おもちゃじゃないって。ほら何にでも宝石をつけられるの。これパリで流行ってるみたいだよ。おう、最先端デザイナーは大変なんだ。わあ、とっても綺麗。じゃあその才能に報酬ね。わあ、ありがとう。デートの準備できた。頑張れ私。この仕事してるといろんなやつが来る。まったく。お、また客が来た。今夜のパーティー楽しみだね。おお、なかなかの格好じゃん。あー、ミンディ決まってるじゃない。パーティー向けの装いってやつを分かってる。靴までスタイリッシュだ。あー、ただ待った。そのまま入らせはしない。このパーティーには身長チェックがある。ジェットコースターみたいなもんだ。つまりお子ちゃまは禁止。そんなのあり。ほら、背丈が足りるかチェックするよ。壁に立って。どれどれ。科学的根拠に基づいてるからね。おお、よし、十分背が高い。あいな、パーティーが待ってる。ああ、ジョン、後で話がある。いいね。はい。おお、心臓止まるかと思った。存在感がなさすぎるんじゃないか。で、どれどれっと。それでよそ行きのつもりかい。はは、靴下と靴変わってるね。それがイケてるって思ってるわけ。おい、ジョン、この子見なよ。だろう。んー、じゃあおいで、身長チェックするからさ。わかった。あー、ほど遠いね。でもパーティー。悪いが別のとこでパーティーしてきな。はあ、お願い、私だけ見逃してくれない。今なんて聞き間違いか何かか。お願いお願いお願い。ダメだ。私がダメって言ったらダメって意味なんだよ。さあ、もうあっち行きな。そう言われると、その怖いんだけど。帰んな。ったくガキが。じゃあもういい、もう帰る。あんまりだ。むしろあんなバカみたいなパーティー行かなくて正解だ。どうせあの人みたいな意地悪ばっかりなんだ。どうせ。でもこれからどうしよう。何かできることないかな。あ、ちょっと待って。あは、考えが浮かんだ。うん、これなら絶対うまくいく。一度靴を脱いで、靴下をくるくる巻く。そしたら足から外すでしょ。そしたらさらに丸めて形を整える。ドーナツの形を目指すよ。これでよし、靴下がコンパクトになった。そしたらそれをかかとに入れる。その状態で靴を履き直す。よし、じゃあどうかな。全然違う、天才アイデア。靴下が背を高くしてくれる。じゃあ行こう。パーティーに参加したいんですが。またあんた、帰れって言った。ま、待って、身長チェックを。ああ、わかった。どうせさっきと変わらないと思うけど、ま、好きにすれば。ほら、だろ、さっきと身長が変わって。あ、あれ、背が伸びてる。どういうことだ。一体どうして。おかしい。ルールなんでしょ。
わかった。はいな。ふう、やった。パーティー今行くぞ。んじゃ、はいな。どういうことだ？あんなに背が伸びて。遺伝ってやつかな。勉強、試験。でもこれはクラスに溶け込んでからのお話。そこで人気者になるための便利なハックを紹介しましょう。あなたのお気に入りは何でしたか？コメントで教えてください。この動画を友達と共有して、素晴らしい動画をもっと見るために、チャンネル登録も忘れないでください。